北東の方だな。まずはここを浄化して霧を消すぞ。あの女の人、仲間なんだよね。凛子のことか。さあな、どうとも言えん。どういう意味？仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。手に負えない数だな。おい、気をつけろ。ちょっと無鉄砲すぎるか。
んなところにありやがった。あの場所、森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。森林公園は北に。ある。行けるところまで行ってみようか。北に行くには霧を何とかしないと。どこかに鳥居があるはずだ。探すぞ。軽いじゃねえか。それを戦いに生かせよ。
楽じゃねえな。人の体に入ってきたくせに。あの電話が鳴っているみたいだ。一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか、お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ。急ぎなさい。気に食わねえな、リンコのやつ。こっちが拍子抜けするぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいのか？ああ、おかしいぞ。兄ちゃん、助けて。マリの声が聞こえる。助けてって。大丈夫だよ。やばい、戻らなきゃ。
ぞ。長居するな、死んじまうぞ。音で敵の注意をそらすことができる札だな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。このビルだな。入り口を探すか。インコがいるみたいだな。開かない。いいこと教えてやろうか。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。上か。
にやるしかねえな。あそこから入れそうだな。どこかにリンコがいるはずだ。とりあえず下に行くか。ドローカルの新聞社ってとこだな。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間にこれ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。エレベーターは使えないか。なんだ、壊れてるのか。開ける方法はないか。見ろ、コードがどこかに。これだな。ここも閉まってるな。コードの先に操作盤があるはずだ。おかしな壁だな。こいつ、こんなと…奥に部屋があったのか。シャッターが開いたようだな。リンコは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンコは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。
ただ何かあるってことだ。むしろ喜べ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば、なんとかなったか。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊すわ。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。くそ、まるで待ち構えていたみたいな。待ち構えていたから当然だろう。その言い方だぜ。死んでも変わらねえな。それは疑いだ。喧嘩してる場合じゃない。ケイケ、今は凛子さんを守らなきゃ。分かったよ。いなくてやがった。気をつけろ。わかりました。いい感じじゃねえか。
ク、ゾロゾロ来やがるな。やられてる、助けてやる。霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんなまでは二度とするな。ケーケー、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。あの、リンコさん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。大人げないよ。ガキのくせに俺に説教するな。なら、ガキに説教させないでくれよ。ケケ、リンコさんと何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら顔を出すのも気に食わねえ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ、それくらい当然だ。鳥居が見えるようになっているはずだ。探すぞ。世界の境界は失われる。の中に長居するな。死んじまうぞ。あれだな。よし、浄化しようぜ。考えれば分かることか。皮肉はいい、閉じ込められる前にここから出よう。
結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。まず一つだ。この調子で行こうぜ。停止しろ。結界の要の場所を炙り出せ。これで二つ。消えない。まだあるはずだ。平家、待たせすぎだよ。悪い。あらかじめ結界が仕掛けられていたのか。できすぎだぜ。最後か。おい、さっきから後手に回ってばかりだぜ。凛子さんを疑ってるのか。疑ってるぜ。凛子に何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話を探せ。直接江戸につながる電話だ。それと使うにはテレホンカードが必要だ。それも探す必要があるな。
印が白い。これは違う。他のあたる。印の色が違う。ああ、これだ。あとはテレホンカードか。商店街を探してみよう。何かいるぞ。どうぞ。感謝しろよ。なんだ、様子がおかしいな。何か教えたいんだろうね。慌てずに食べな。どこかに行く気だぞ。何か知っているみたいだ。大丈夫だよ。あった。まだ使う人いるんだ。古い人間に感謝しろよ。you
悪いが今は手が離せない。想定外のことが多すぎてね。なので現状の報告だけ行う。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。他のメンバーとは地蔵通り近くの駐車場ではぐれてしまった。 KK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。ったく人間嫌いね。地蔵通りの駐車場か。エドたちが待機していた場所だな。行ってみるぞ。行けそうだ。ここだ。こいつを何とかしようぜ。何か落ちてる。連れて行かないなら自分で行く。待ちなさい、エリカ。私はあの子を追うわ。あなたたちは計画通り渋谷を離れて。 KK の方はどうするんだい。エリカは戦わせないと伝えて。それと渋谷のロッカーにこれを。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。僕たちも探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。渋谷駅に行くぞ。俺たちが連絡用に使っていたコインロッカーがある。リンコはそこに何か入れたみたいだ。